結構ゴロッと。いただきます。どうぞ。結構ゴロッと、うん、辛い。なあ、なあ、独創的やな、なんか味が。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。なんかさっき車とキャンピングカーっぽい。あ、そうなんですよ。日本一周してて。お体に気をつけて。YouTube とか載せてもいいですか？ぜひぜひ、なんかいいこと言っといてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。気をつけていってらっしゃいです。あ、美味しかった。いろんなスパイスの味がしたね。美味しかったわ。周りのおかずがいいね。あ、ねえ。こんにちは。はい。はい。ちょっと来たんですけど、そう、最後の1個だったんですよ、この前は。あ、だからね、早く来たんです、今日は。あ、すみません。近水だけども、元は平さん。あ、平さん。うん。あれ、水切ってるんですか、今。水切れる。すご。すげえ。手作りやから、時間かかります。時間かけないと美味しいものができんからね。ごちそうさまでした。あ、すみません。ありがとうございます。 石田康さんによろしくお伝えください。面白い。暑いんでお体に気をつけてくださいね。すみません。はい、すみません。はい、また来ますね。ありがとう。はい、おじいちゃんおばあちゃんかわいいやろ。めっちゃ似てんな、おじいちゃんおばあちゃんと。似てた。
ちょっとそう、これいいなと思った。これでもいいな、でも。これもいいな。レモンも美味しそう。これ見たことないね。これ美味しそうじゃん。これも美味しそうやん。甘かったね。美味しかった。満たされたね。あ、令和の虎で完全オール達成って書いてある。ちょっとこれ取っとこう。ウケるね。煮卵タンメンもいいな。どれがいい？辛さも選べるよ。普通のタンメン。俺もそうしよう。うまそう。99は安い。白菜と豚肉かな。シンプルやで美味しい。唐揚げも食べよう。唐揚げでかっ。でかっ。でかくない？めっちゃジューシー。すごいやん。うん、中の野菜まで全部食べ尽くした。うん、珍しい。はあ、美味しかった。お、竹野内社長の。はい。こんにちは。ウイローください。もうあとウイローしか今日ないですか？あ、そうなんですね。じゃあこっちの6個入りの方、
はい、ありがとうございます。お茶が合うね。おいしい。さっきこれなかったもんね。どうぞ。絵本。ああ。すいません。動画とか撮ってもいいですか。ありがとうございます。おお、めっちゃ隠れ家だ。なんだろうね。これや。僕今 YouTube その日本一周し始めてから始めたんですけど、そのチャンネル名が月と6ペンスっていう本があるんですけど、それから取って旅と6ペンスにしたんですよ。でなんかこの小説の一部から引用したっていうのを見て、おなんか似てんなと思って。焙煎もここでやってるんですか。焙煎がまた妖怪地。あ、妖怪地で別のところを借りてて、あとコーヒー入れますよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやめっちゃ楽しかったわ。だって俺1時間10分回し続けてるんやで動画。よし帰るか。飯食って帰ろう。